残忍はまだある。杉浦恭平決めた。杉浦恭平同点弾はこの人、こぼれ球しっかりと反応、長谷川そして渡辺入れてくる、頭でスラッシュ、加藤こぼれ球、ホドルフォー、ホドルフォーのゴールだ。金沢逆転。さあここもこぼれ球、加藤睦月打ってきた、上げてきた、ゴール前、島津のゴールだ。体ごと押し込んだ島津来世。クロスを上げた、ヘディングシュート決まった。杉浦恭平同点弾。後半の21分でした。そして、まあ、立ち上がりのところで西川さんからもお話し、おっと加藤睦月決まった。なんとなんと取られてすぐさま加藤睦月、今シーズン9ゴール目、金沢同点に追いつきました。変化をつけて中入れてくると遠いサイドから折り返せるか、折り返したところルカオがいる、跳ね返す、押し込めるか、先制金沢1対0。最後押し込んだのはルカオ。